どうもー、アーチです。今日紹介するのはこちら、ガンダムウィング、エンドレスワルツからアルトロンガンダムですね。はい、見ての通り単色なんでね、あれです、プレ版限定でございます。ちょっとね、うちの撮影環境だとね、 MG の箱がなかなか入らないっていうね。はい、今日はマスターグレードを久々に作ってみようかなと思います。はい、ランナーを、まず説明書。はい、アルトロンガンダム、カラー。あれ、これ専用なのかな？ MG。そうっすね。エンドレスワルツって書いてありますからね。カラーの説明書って珍しいですよね。プレ版でね。はい。こんな感じですね。はい、裏。うおー。シールの指定がすげえ。わー、大変だな。まあ、シール貼らないんであれなんですけどね。はい。で、まあ、こんな感じっすね。ほう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 。ツインビームトライデント。うん、なるほどね。ドラゴンハング。ドラゴンハングがね、めっちゃでかくてかっこいいですよね。ランナーですね。はい、デカールがついております。はい、これとこういう感じですね。多いな、さすがに。 MG なんで、ああ、緑が綺麗。緑のパーツが綺麗っすね。で、あと赤があって、うわ、モリモリだ。はい、内部フレーム、よいしょ。で、赤があって、ああ、普通のシールもついてますね。で、黄色、よいしょ。で、最後が内部フレームですね。はい、MG なんで、内部フレームがついてます。じゃあ、まあ、ちょっと、早速、作ってみましょう。はい、完成しました。アルトロンガンダム、付属品がいっぱいです。まあ、ちょっと付属品から紹介していきましょうか。これですね、ドラゴンファング。ドラゴンファング伸ばした時用の支柱、支えになります。で、2個ついてますね。で、あとはこれ、ドラゴンファングを伸ばすパーツですね。だからこう最大こうつなげてね、あとここにもうワンセットあるんで、これぐらいは伸ばせるっていうものですね。はい、これがついております。はい、ディスプレイ台につける時のパーツですね。下のところにガチャンとはめます。はい、で、握り手左右、今平手がついてるんですよ。平手がついてるんで、握り手が左右という感じです。はい、バックパックにビームトライデントをマウントする時用のパーツですね。今違うパーツが入ってます。まあ、後でちょっと見てみましょう。こういうパーツがついてます。はい、そしてビームトライデントですね。一応これエフェクトパーツというか、刃の部分はすぐ取れる仕様なんですよね。長いっす。めっちゃ長いっす。いいっすね、こういうでかい武器がね。なんで、これは、この状態でね、後ろにマウントすることができます。じゃあ、本体見てみましょう。あ、1個だけ忘れてました。こいつです。この人です。この人。じゃん。ウーフェイ人形ですね。はい、この立ち姿の結構細かくね、ちゃんとね、ウーフェイってわかるような作りしてますよ。まあ、そらそうでしょうけど。あとね、座ってるものがこのコックピットの中に入ってます。もうそれは閉めちゃうと、作っちゃうと全然見えないんですけどね。こういうのがついてます。はい、じゃあ各部アップで見ていきましょう。素組みなんですけどね、ちゃんと色分けされててかっこいいっすよ。こういう細かいパーツもね。で、目も、今他シール貼ってないんであれですけど、一応目の中クリアパーツになってますよね。はい、男前な顔をしております。で、こういう感じで、ここが開くんですよ。はい、こういう感じでね。で、全然見えないんですけど、中にウーフェが入ってると。全くもう、ちょっとカメラだと映んないですけど、コックピットの開閉ギミックがあるっていうことですね。はい。そして、この大型のドラゴンファングね。いや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 、もう、アルトロンっつったらこれですもんね。はい。これが左右についております。で、こういう感じ。一応ね、裏打ち、まあ MD ですからね、裏打ちパーツはついてると、装甲のね。はい。で、足、肉抜き、もちろんないです。よいしょ。で、こういう感じですね、後ろ。はい。さっきのね、パーツがこれなんですよ。これが、これに変わると、ビームトライデントがここにマウントできるという感じです。
ああ、ここの後ろまでちゃんとねディテール入ってて、やっぱ素晴らしいっすね、作りとしてはね。はい、じゃあ可動範囲見ていきましょうか。はい、可動なんですけど、首はもうぐるっといきますね。で、前後前後、はい、上下ですね。はい、こんな感じになってます。肩は干渉するもんないんでね、ぐっと回りますよ。で、一応こういうね引き出しギミックあり。で、肩間も独立で動く。で、二の腕ついてて、肘もここまで曲がります。あ、ね、ドラゴンファングがあるんでね、結構取り回しが大変っちゃ大変、干渉するんですよ、でかいからね。で、腰と、よいしょ、腰もぐるっと、まあまあアーマーをうまいことかわせばいきますよ。で、前後ろはあんまりいかないですよね。で、各部、スカート、アーマーが、あー取れた、はい、独立で全部動きますね。はい、で、足、よいしょ、なので、まあかわせば、まあまあでもこれぐらい。で、縦軸が入ってて、で、よいしょ、膝ですね。まあでもよく動きますよ。はい、大概のポーズは取れるんじゃないですかね。で、連動して動くものがあったりとかね。はい、ここの辺が連動して動きますよね。はい、で、アンクルガードは動かないのかな。はい、で、足首と、はい、つま先だけとかは動かないです。もう、あ、動きましたね、嘘つきました。ここだけがこう開くという感じですね。はい、あとはドラゴンファングの動きとかは後で見ていきましょう。はい、可動域こんな感じです。はい、ビームトライデントはつけて右手に持たせてみました。こういう感じですね。右手の方はね、あのポッチがついてるんで、このビームドライデントの方に穴があるんで、それに合わせるとこういう保持はできるんですけど、左手にそのついてないですよね、手首 の, あの手のひらの方にね。だから左手に持たせると結構ぐるぐるで、一応このそうそう親指が動く仕様なんですよ、これ。親指だけがね独立だから、これで掴ませる形になるから、左手に持たせると結構ね保持力はないです。ほぼ持てないというか、持てるんですけどどんどん動いちゃいますね。だから右手でこうだと、まあマウントできるかなと。でね、やっぱねドラゴンファングがあるんで腕がまっすぐ伸びないんですよね。なのでこの人結構ポージング大変、これ以上伸びないんですよ、腕が干渉しちゃうからね。はい、まあまあこういう感じで持てると。はい、ビームトライデントマウントするとこういう形になります。後ろで、はい、ショートコースね、パーツが変わってます。なんで、逆にすることも可能です。はい、じゃあちょっとドラゴンファング伸ばしてみましょう。はい、ドラゴンファングですが、まずここをパカッと外して、ここでこう、よいしょよいしょ、グッと伸ばします。はい、したら今度ここから器具でこうガチャゴンですね。で、こういう感じです。はい、ちょっと親指出ちゃってますけど、こういう感じで伸ばすと。なんでこれが今一番短いバージョンですね。これでもまあ重さでダレーンとなっちゃうので、あとはここが開きますね。あー、取れちゃった。はい、こういう感じで開くと、これで相手をガシガシ掴むという感じですね。裏はこんな感じになってます。この裏の部分にね、これをつけると、はい、こういう感じですね。うん、かっこいい。で、一応3ミリ穴もついてるんで、これじゃなくても、付属のやつじゃなくてもディスプレイすることはできますね。はい、じゃあこの伸ばすやつをつけて一番長くしてみましょう。これが今一番短いですからね。はい、一番長く伸ばすとこういう感じになります。結構長いっすよ、まあ、物理法則無視ですけど、どっから出てきたんだその長さってなりますけどね。はい、こういう感じですね。ウーフェイと比べるとこれぐらいです、まあ、全然比べ物にならないと思いますが、まあ、これで飾るのもいいんじゃないでしょうか。うん、かっこいい。
はい、両手のドラゴンファング伸ばすとこんな感じですね。でけえっす。なかなかにでかいっすね。すごいっす。両方だからプラスパーツつけてるんで、これで両方で最大に伸ばしてる状態ですね。はい、いやかっこいいっすね。はい、ちなみにドラゴンファングでウーフェイを掴むとこんな感じです。このサイズ感です。はい、怖いですね。はい、というわけで今日紹介したのはプレミアムバンダイ限定マスターグレードガンダムウィングよりエンドレスワルツ版アルトロンガンダムでした。はい、なんかねやっぱ他の100分の1よりちょっと小柄なんですよね、この人ね。元の機体設定がそんなに高くないんでしょうね。ただまあこのギミック満載でめちゃめちゃ造形はかっこいいんでおすすめですね。はい、あとエンドレスワールズ版のこれもプレ版限定なんですけど、サンドロックと、ヘビーアームズ、ここもあるんですよね。なんでそれもぼちぼち作っていこうかなとは思っております。じゃあ今日はこの辺で、またね。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いいたします。あとコメントとかいただけると大変嬉しいので、そちらの方も何か感想とかありましたらよろしくお願いいたします。